日本政府、日本人を政府専用機に乗せずに大炎上、ウクライナ避難民を輸送で、5日に日本政府がポーランドに避難しているウクライナ人を政府専用機に乗せ日本に避難させましたが、この政府専用機に帰国を希望していた日本人を乗せずに拒否したとして批判が殺到し、大炎上してしまっております。今回のウクライナ避難民の輸送に関しては、 自衛隊法の第100条5に基づいた措置となっておりますが、現在、お役所対応だと批判が出ておりますけども、現状、帰国を希望している日本人は、ポーランドだけではなく、ロシアにもいるものと思われます。日本政府には、まずは、帰国を希望している方がどれだけいるのか調査を行っていただき、 国民を守るという政府の責任を果たすためにも速やかに国民に対する帰国支援を実施していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。